待っていたぞ。悪い。世界をまたぐのにちょっと時間がかかっちまった。準備はできているな。出なきゃここに来ねえよ。だけど、なんでわざわざ試練なんてやるんだ？世界が衝突しちまったら、あんただって困るんじゃねえのか？言ったはずだ。私はここにあって、ない存在なのだと。だからエターニアがどうなろうと知ったこっちゃねえって？随分と人間に冷たいんだな。極光術は神の力。使い方次第では、世界を生み出すも滅ぼすも自在な力なのだ。容易に与えることなどできはしない。わかったよ。で、あと何回あんたに会えば済むんだ？それは私にもわからぬ。お前次第なのだ。さあ、目を閉じて進むがよい。
そんなバカな。封印が、いつの間に。これは、教えてくれ。ファラのおじさんはどうなったんだ。俺たちの帰った後、レグルスの丘で何があったんだ。答えはお前の中にある。この試練で感じたことはそれだけか。キールのやつ、環境に恵まれて期待に応えるだけの実力もあって、悩みなんかあるはずねって思ってたけど。人は誰しも痛みを持っている。その痛みを見る力のないうちは、本当にそのものを知ったことにはならぬ。痛み、その痛みは本人が乗り越えるしかないのか。俺は何もしてやれないのか。人の痛みを知ることは、ただそれだけで人を救うことにもなるのだ。お前はセイファートの第二の試練を乗り越えた。よって極光剣を授けよう。極光剣。さあ行け。残る試練は一つきりだ。始まるんだ。慌てるな。セイフアートに残した映像だ。見ておいて損はない。これは何なの？メルディ、読めるか？はいな、任せて。バテンカイトスは精神のみの世界であり、メレイドが支配していた。メレイドの世界か。やがてセイファートによって物質が生み出され、生命は肉体を得た。え？じゃあセイファートはメレイドの世界を。以後バテンカイトスは閉じられ、現在のような世界が形成されていったのである。